皆さん、お久しぶりです。最近楽しいことありましたか？私最近楽しいというか、とっても嬉しいキサラの寝そべりぬいぐるみがセガプライズさんから来年春に出ます。これすごい嬉しい。可愛いバージョンと、あの目ん玉のハイライトないバージョン。これでも私、アニプレさんにちょうだいちょうだいって言うんじゃなくて、自分で撮りたい気持ちもある。でも どうするんでしょう。これがあのクレーンゲームの中に山積みになっていて、ハイライト内版撮りやすくしてほしいんですけどとか店員さんに伝えたりするんですかね。ヤンデレバージョンお願いしますとか言うんですかね。ガラスの中に山積みになってるキサラ絶対可愛いな。あと来年春にバスタオルも出るみたいですね。え、あの気になるんですけど、アニメのバスタオルで体拭く人ってどれぐらいいるんですか？私恥ずかしくて拭けない。でもカーテンとかにしたいです。私はあとアートクッションがね、冬に出ますね。ゲームセンター通いまくらなきゃ。園芸色素お好きな方、これも可愛い。これ枕にしたいですね。今枕難民なので。あ、でもかわいそうだから無理です。こんな嬉しいことがいっぱい。さらに本日は嬉しいゲストさんが。どうも、天使向井です。向井さん、よろしくお願いします。はい、最近嬉しいことありましたか？そうですね、あの石垣島に旅行行けたんで嬉しかったなと思います。石垣島で何をされたんですか？石垣島で、でも時期的に別にそのマリンスポーツとかできる時期ではないので、ただただその自然を感じるというか。あ、はい、慰安旅行もう、はい、ものすごい気持ちを浄化させて嬉しかったなってはい、いいな、沖縄行きたいな。いいですよね。イベント沖縄でやればいいんじゃないですか？そうですよね。あ、うんうんって言ってます、うん、あ、うんうんってスタッフさんが言ってるので、うん、イベントは1月7日沖縄集合です。はい、エンゲージキサラジオ。9回、1ヶ月ぶりキサラ役の相澤さやです。冴えないヒロインの育て方、丸戸文明さん、あの前回来た人と、デートアライブの綱子さん、そして A1 ピクチャーズが送るオリジナルテレビアニメーション、エンゲージキスのラジオです。エンゲージキスの公式ニコニコチャンネルとアニプレックス公式 YouTube で配信しております。はい、前回はシリーズ構成脚本の丸戸先生にお越しいただきまして、いや1時間ぐらい喋ってましたね。ちゃんとなんかカットされることとこはカットされてますよ、な話とかしたとこ。ああ今回のゲストはこの方。どうも、天心向井です。お願いします。ありがとうございます。いや、来てください、来てくださいって言ったら本当に来てくださいましたね、はい、いや本当にね、あの来ましたけれども、違うんですよ、違うんですよ、シリーズ構成脚本の丸戸さん呼んだ後に、はい、呼んじゃダメなんですよ。え、なんでですか？そのもう完全にもうしっかりね、皆さんがね、エンゲージキスのあれこれ聞きたいっていうような方が来て、いろんな話もされてて、はい、そして次向井、はい、何喋るもう喋ることがない。いや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 、元々がないのに。いや、もう生放送とかでもすごいお世話になってましたし、そうです、エンゲージキスの生配信の MC は一応させていただいております。はい、はい、あとご自身の YouTube、はい、見てます。見てますあの感想、エンゲージキスの感想も放送後に喋らせていただいて、語ってくださってて。そうなんですよ。いやいや、やっぱもう素敵な作品なんでね、その僕みたいなもんですけど、感想でこう思ったとかはちょっといろいろ喋らせていただいて、本人が見ちゃダメなルール作りません？え？あんまりそんなチャンネル登録高評価してくださいっておっしゃってるじゃないですか。いや、追ってるんですけど、どうでした？俺の感想はどうなんですか？逆に聞きますけど。あ、
綾乃さん好きなんだ。やーべーバレてんじゃん。3層で喋ってるからバレてんじゃん。そうおかしいと思った。今日のスタジオも奥に入れられたから簡単に逃げ出せない。まずい。ありがとうございます。そんな風に言っていただいて。いやいやいや、こちらこそありがとうございます、うん、いやだから初めのねこのオープニング、はい、おとなしいトーンのところもあれ難しいですね。なかなか。いや元々が暗い人間なので。あそこまでですか。袋いりません。いやじゃあいいのよ。コンビニのやり取りコンビニのやり取りで袋いりませんのトーンじゃなくて、はい、もっとなんか。いや俺相沢さん、まあ、そんなにめちゃくちゃ知ってるわけじゃないですけど、はい、いやだって嬉しい話してるんですよ。嬉しい話、ね、とっても嬉しい話しました。バスタオルが出るであるとか、はいね、そういうこと言ってる中でもあのトーンになっちゃう。いや嬉しい。なんかやったーっていうタイプではないかもしれないです。なるほどなるほど。どっちかというとそのこぼれ出るクフの嬉しいなってあの感じね。あ、わかります。そうなるとなおさら僕はその親近感思うというか。あ、そっち派ですか。そうですね。もう本当になんか一応職業で芸人やってるんですけど、はい、その職業柄なんとなくトーンを2個ぐらい上げないと。あ、ね、表方なんでっていうことで上げてますけど、もう当然そのめちゃくちゃ、はい、後輩とかと喋ってる時も全然これぐらいのトーンで。あ、はい、そうなんですか。じゃあ内側から石垣島そう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 、もう石垣島自然最高だなあれそれがそういう意味じゃ僕も本当だったんで、はい、はい、だから本当の部分を出していいというオープニングなんであればやっぱ最高のオープニングですね。あ、ぜひぜひ本当の部分出してってください、うん、今日いいですか。いやあの僕このあのアニメ作品ラジオに呼ばれることなんてほぼないんですよ。確かに、はい、え、声優さんのラジオとかには、まあまあ、そういうのは行かれたり、はい、行かせていただいてたりとかするんですけど、その作品に紐づいたやつが、はい、そのシリーズ構成脚本の後にただの YouTube で感想を上げてるやつが来てるんですよ。変じゃない本当は。いや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 、はい、嬉しいでございます。本当ですか。やっとようやく念願の向井さんですから。いやだからその生配信とかでもねずっとこのね、はい、キサラジオの告知の時に向井さん来てほしいとか言ってくださってたんですよ、はい、僕はやっぱそんなありがとうございますやんでくださいよとか言ってましたけど、心の中ではいやいやそんなわけないとアニメ系の 番組に俺行っても変やし、まあ社交辞令で優しい方だなとか思ってました。それがねマネージャーから向井さん、ラジオの出演オファー来ました。何、エンゲージキサラジオマジでマジでマジでオファーが行きました、はい、いやありがたいです、はい、なかなか。しかもねこうやって相沢さんとしっかり喋らせていただくなんてなかなか、なんか不思議な感じです。いつも司会とか、はい、なんか話を振っていただくっていうことが多いので、はい、私パーソナリティでゲストが向井さんかっていう。そうです。だから僕はもう今日 MC としてなんか話題振るみたいなことはもう全くせず、はい、もうゲスト前として、はいはい、来させていただいてるので任せてください。あ、頼もしいいや それでは。ちょっと待ってください。こんなに動揺って出るんですか。動揺が隠せるどころか明らかオープンしました、はい、楽しくやりたいと思います、はい、よろしくお願いしま す。それではエンゲージキサラジオスタートです。エンゲージキサラジオ。相沢さんは〇〇ですか。エンゲージキスのお話をするその前に、僭越ながら私相沢さんのことも知っていただこうというコーナーです、はい、相沢さんは〇〇ですかというフォーマットで送っていただいているコーナーです。向井さんは相沢さんは〇〇ですかということはありますか。あー、なるほど。あのねこれまあちょっと一個、まあ、聞きたいこととしてですけど、はい、相沢さんって、はい、褒められるの好きですか嫌いですか。なんかいやむずがゆくて嫌って方もおられるじゃないですか。はい、だから どっちだろうというか、こういうしかも、配信とか、はい、まあ、収録中とかに。あ、でもけなされるよりは褒められる方がいいですか。はい、僕相沢さんのバラエティ能力めちゃくちゃ高いとずっと思ってます
ありがとうございますいや本当にこれ僕いやいろんなところでバラエティいやバラエティ能力というかなんかお笑い能力に近いんですか、なんか僕ずっといろんなところでもうここ 2,3 年、はい、誰どの女性声優さんが面白いですかで多分一番最初に挙げてるの相澤さん、嬉しい、はい、これは本当にマジでいろんなところで言ってますし、はい、でもこういうの言うとなんかあのいやなんか変にハードル上がるしっていう方もおられるからちょっと初めに聞いとこうと思って、えその本職の方から見るそのそれは何ですか。いやあのねバランスがいいというかあのこういう特にまあ女性声優さんが4人とかおられる時に自分がどこの立ち位置にいるかって見えてるか見えてないかってめちゃくちゃ大きいんですよ。で相澤さんはねすごくねあ私はこの4人の中で例えばクイズ答えるにしてもこのメンバーなら私2人目3人目だなとかここは最後かなとかいうのを多分ねまあ無意識なのかなめちゃくちゃうまいこと判断されてるの。だからうわすごいなと思って、はい、であと全然どうしました、全然計算してなかったです。ここ3番目だなとか分かんないです。あ私も天心に入れてもらえるってことですか。いや変だ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 すごい極論が。いやでも本当にそうなんですよ。なんかあの大喜利とかクイズ出す時も人のこれねこれがすごいと思って多分ね別のコンテンツで3人ぐらい女性声優さんいて1人の回答が、まあ、あのパンと出した後に相澤さんがそれをパッと見て書いてたやつをバッと戻して要はこのお題のこの答えの後は今書いてる回答じゃないって瞬時に判断してパッとめくって答えてたんですよ。それっても芸人の大喜利のやり方なんでマジで全然記憶がない、はい、それは僕すごいなと思ってそれを覚えてます。へー、はい、相澤さんは〇〇でした。終わりません終わりません終わりません。 何気持ちいいところで最後走り切ろうとしてる。こんなに褒めちぎっていただけるとはびっくりしました、はい、ありがとうございます。すいませんではメールの方も紹介しますか。はい、ポコタさんからいただきました。私は今絶賛エンゲージキスロスなのですが相澤さん向井さんは何かのロスを味わったことはありますか。エンゲージキスロスです。ああもう全く一緒だと。同じです。生放送がないのも悲しいし、うん、でも作品どんな作品でも終わるとやっぱ終わっちゃったってなりますね。なんか、はい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 、もう来週からここ来なくていいんだなみたいな、うんうん、寂しい気持ちに。確かになんかドタバタしてなんかあのその時は大変だったけど、うんうんうん、でもやっぱいざ終わると自分も成長できたし楽しかったって思う時はありますよね。そういうのがロスなんでしょうけど。ロス学生時代とか、うん、学生時代ロスです。学生時代ロスっていうのはその学生時代を楽しめなかったっていう意味のロスですか。いやどっちもありますね。あどっちもある。なんか無性に雑巾掛けとかしたくなりますね。廊下とか教室をやってた。バケツで絞って無性になんかやらないじゃないですか。あんな学校のほうきとかバケツとか家にないから。はい、まあやらないですけど。あの汚い。ちょっと待ってください。なんかえ今感情の出口ってどっち向いてるんですか。最終的にこのロスっていうのはどのロスなんだろうってなる。あの、はい、バケツの中の雑巾絞った汚い液とかをなんか久しぶりに見てみたいなっていう。それはそのちょっと感情がまだ追いつけないんですけど。あ要はだからそういうノスタルジーみたいなことですか。はいはいはい、そうです。あ学生時代これあったよなっていう。あったなっていう。黒板とか消したいなって。黒板消しクリーナーって大きさの割に機能低いよなとか。あれですか。こんなに吸わんもんかねみたいな。吸わないやつとかね、はい、ありましたもんね。あ、はい、そういう学生時代思い出すっていうのを学生時代ロスなら。ロスです。でもその学生時代でも思い出すようななんかいい思い出がないっていうのも僕はあるので。聞いちゃいけない深淵にそうですね、深淵が覗き込んできましたよ。あそうなんですか向井さんって。いやそりゃそうですよ。学生時代あんまいい思い出ない、まあ、友達も少なかったですし、はい、でなんか当時暗いやつの方が面白いみたいな、ダウンタウンさんがなんか松本さんが本を出されてて、うんうんうん、なんかクラスで暗いやつの方が面白いみたいな風に言ってて、うん、暗かった自分もなんか変に自信持ってより暗さを増すみたいな、う
なんか、はい、中二病みたいなことですか。そうですそうです、中二病のアニメ版じゃなくて、どっちかというとダウンタウンさんから得た中二病みたいな。僕らの時期ってみんなかかってて、あ、みんなダウンタウンだったんですか。みんなダウンタウンです。みんな自分がまっちゃんだと思ってね。本当に NSC 入ってもう全員その鼻が折られるんですよ、ね、そういう時期あったんで、まあまあでもいろんなね、学生時代ロスがあるっていうことでしょうね、うんうんうん、続きまして、カニパン食べたいさん、丸田さんは健康トークをたくさんしていましたが、相沢さん、そして向井さんは特に健康的にここに気をつけている、気をつけたいというところはどこですか。まあでも相沢さんまだそんな年齢でもないですもんね。いや、体バッキバキです。バッキバキ、はい。そのもうちょっとなんか運動しなきゃとか、そういうことですか。どう生きればいいんでしょうね。生きれば指標、何、なんか人間って難しいですよね。人間、はい、どう生きればいいかっていうことですか。はい、これ今テーマ3つぐらいパンパンパンって変わりました。あれいや、健康から体バキバキから人間難しいですね。俺ちょっとだけ寝てました、なんか話題すげえ早く変わった。寝てました今。ちょっと寝てたのかな、話題の変わり方が。体が、まあ、とりあえず硬かったりするってことですか。バキバキっての硬いです。硬い、まあ、柔軟とかストレッチとか、はい、そういうの言ったらいいんじゃないですか。でも解決しました。あ、すごい飲み込んでくれた。どっちかというと僕の年齢の方が、はい、あ、気をつけていることあります。まあでも本当にありますあります、ジム、はい、行くようにもう週2とか一応行ってます、本当にその結果こそ出てないですけど体型に、お、うん、あ、マッチョになるとか。そうですね、お腹はまだボヨンと出たままですけど、でもこれを言ってなかったらもっとぽよぽよだったんだろうなと思う。へえ、筋肉をつけてるんですか。筋肉はつけてます。うーん、でももともと僕7歳児ぐらいの筋力しかなかったんで、はい、でもやっぱ今、まあ、ベンチプレスとかも、まあ、そんなに重いもんじゃないですけど、まあまあ持てるようになりました。すごい、はい、7歳児から7歳児から多分、はい、うん、17歳ぐらいには17歳の卓球部ぐらいの筋力にはなったんで、卓球部部活が、はい、あ、それいいですねやっぱ、うん、運動、筋トレ。そうですね、筋トレするとポジティブに考えれるというか、ポジティブ思考になるっていうのもありますからね。 あれって本当なんですね。まあ、なんか見たいですよ。うーん、だから相沢さんも筋トレやってみてもいいんじゃないですか。いや、多分泣きながらやりますよ。もうすごいネガティブな。あ、もう一個、ムンタさんからいただきました。相沢さんはご存知、素手ですが、ここまで来ると気になるので聞きます。向井さんの武器種と理想のパーティー編成は何ですか。これ、はい、ゲストさん来るたびになぜか聞くことになってしまった。あ、そうなんですね。理想の武器何ですか、うん、みたいなとこから私が素手ですって言って、はい、パーティー編成とかを、うん、ゲストさんに毎回聞くという。素手はでもかっこいいな。素手かっこいいですよね。ねえ、武闘家的なことかな、うん、武器ね。武器何使いますか。武器なんだろうな。いや、だからやっぱね、ベタな剣とかではないと思います、うん、僕やっぱそういうどっかちょっと一個外れたところ行きたい。ベンチプレス。ベンチプレスってあれ武器になります。まあなるか。あれを投げつけるだけでしょ。あれ投げつけるだけの武器にしては重いよ。いや、モーニングスターとか。モーニングスター、なんか、はい、鎖がついてトゲのついてる鉄球みたいなのがある武器とか、三節棍みたいな、なんかヌンチャクみたいな感じでなんか3つ折れるような棒とか、はい、トンファーみたいな3つフォークのでかい版みたいな剣があるんですけど、ちょっと変わった武器。そう、ちょっと変わった武器を、やっぱそっちの方が僕かっこいいとずっと思ってたんですよね、はい、確かにモーニングスター、うん、っていうなんか肩書きかと思いました。朝の星。そうですね、それはもうキリン川島さんですよね。それはもうラビットに出てる川島さんこそモーニングスターなんですが、モーニングスター、そうそう、そういう武器があったりとか、はい、っていうのが好きなんで、そのあたりかな。モーニングスターにしときましょう。モーニングスターです、うん、はい、引き続き私やゲストさんに聞いてみたいことや話したいことを送ってください。相沢さんは〇〇ですかでした。そしてここからはエンゲージキスのお話、アニメの感想、作品のこと、いろいろお話ししていきます。
前回はシリーズ構成脚本の丸戸さんにね、いろいろ裏側とか貴重なお話を聞かせていただきました。今回は視聴者目線でも向井さんに聞きたいな、はい、いろいろと思いまして、うん、まあでも本当にまあ視聴者目線ですから語ることはできないんですけど、はい、でもやっぱりそのなんていうんですか、もう惹かれる設定というかね、一体どうなるんだろうっていうストーリーから、うん、まあまあどんどん対敵が大きくなっていくというか、うんうんうん、見えない敵がどん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 ね大きくなっていって、最後しっかり、大団円というか、ちゃんと大団円完結する、はい、でもそのコメディに最後回帰するあたりっていうのは、なんか物語としてめちゃくちゃ上手というか、めっちゃやっぱ1話たりとも見逃してたまるかというか、来週早く来てくれってちゃんと思えるような作りと内容と、でまあやっぱそれを支えている役者さんの演技っていうのもやっぱ半端ないというか、いやー照れますね。いやいや本当あの褒められるのね、好き、か嫌いかで言うと好きって言ってたから言えるんですけど、そうそうそう、やっぱりその、キサラと相澤さんの相性がやっぱめちゃくちゃいいんじゃないかと。わあ、それは嬉しい。はい、思いました。なんか本当になんか相澤さんがすごいキサラのこと好きっていう感じも伝わってくるし、まあキサラも相澤さんのことを好きなんだろうなっていうふうに思えてくると言いますか。はい、僕はなんかそういうふうに今ただの本当にアニメ感想 YouTuber として喋ってますけど、ここに今面白はなかったですが、はい、だなと思って、はい、毎話見せていただきます。ありがとうございます、うん、お気に入りのシーンとかあったりしますか？綾野さんですか？いや、やっぱりねこれ難しいですよね。まあ、丸戸先生もおっしゃられてた、やっぱりあの彼を信じての、ね、あの部分なんてもう綺麗にしっかり最後物語が反転してですよね。はい、物語が反転してそれを全部回収しながらも最後のタイトルあそこで出すっていう、もうあのシーンはやっぱ外せないんですけど、でもあとはそのマイルズとシューのあの部分とかあのシーンとかはやっぱりその結構コメディが強めで、あんな展開になるとも思ってなかった部分があるからこそより心に刺さるというか、辛いですよね。まあ、当然あの三上さんの、そう、三上さんからマイルズのあのターンがめちゃくちゃ辛いんですよね。でもその辛さをちゃんとメンバーで乗り越えたっていうことに、はい、先があるというか、はい、そうですねっていう風に思っちゃったかなとか、あのシーンも良かったなとか、うん、あとはその過去のね、はい、振り返りでシャロンとシューがね、そうあらーっていうシーンも良かったですけどね。ありましたね、一瞬映った。いやだからそうなんですよ、僕やっぱねこれねいつも思うんですけど、このエンゲージキスにおいて、はい、このシューっていう主人公にしたってすごいんだと毎回思うんですよ。いやこんな、それは、ね、思ってます。そうですよね。でもこれ何がすごいって、これ多分緻密な計算なんだと思うんですけど、ここまでやってシューのことをマジでめちゃくちゃ嫌いって言ってる人いなくて、でもそれってやっぱキサラや綾野さんと一緒で、なんやねんって思いながらも惹かれているキャラクターがあるんですよね。なんだかんだ言ってシューのことなんだかんだ見捨てられない。そうなんですよ、みんな好きじゃんっていうのが視聴者見てる人間も思えてて、でそれがやっぱそのこのシューというキャラクターの強さというか、とは思ってましたね。あ、じゃあ向井さんもご飯食べさせてあげようかなとか、なんだかんだ言ってね、なんだかタバコ買ってあげようかなとか、ね、スロットの台打ちとかね、するかもしれないぐらい。だから友達としては多分最高の友達になれる自信もありますしね。本当ですか？はい、いやそう思って見てましたね。だからそうですね、名シーンは僕さっき言ったその3つですかね。で1個、まあどうしても1個挙げるとしたらやっぱ、うん、シューとシャロンの過去のシーンですか、ね、あそこなんだ。いやいやいっぱいあります、すごい、はい、ありがとうございます、はい、メールもご紹介しましょうか。はい、コットコさんからいただきました。向井さんがゲストということで質問です。シューは自堕落な一面を結構見せていたと思いますが、向井さんが見ていてシューと共感できたところはどのくらいありましたか？身近な芸人さんでこういう人いるよねみたいなこともありましたか？
まあそうですね、名前こそ出さないですけどいましたよね。あ、はい、いましたいました、見てきた見てきた、うん、あ結構芸人さんに限らずなんかやっぱいるんですね世の中には。まあ一定層ね、やっぱり、うん、そのなどうしても現れると言いますか。あ、現れる。でもなんて言うんでしょう、まあ共感できたところとかはやっぱり、はい、まあ僕もギャンブルやってた時期もあるので、やっぱりそのどうしてもお金を借りてギャンブルをやりたい時期があるみたいな。はい、もう週じゃないですか。はい、僕は20代週です。そうなんですよね。あ、じゃあそこの気持ちはわかる。やめられないものなんですかね。そうですね、やっぱりその今はもう、はい、ほとんどやってないですけど、当時はもうこれでもうお金を一攫千金増えて、で増えたらそのね増えた分使っちゃってとか。あ、そういうの増えるものなんですね。増えたりもしますよ、うまいこと言うとね、うん、っていうこともあったんですけど、まあなかなか、だからこそ多分週のああいう気持ちをなんかどっかで嫌いになれないのかもしれないですね、うん、僕は20代の頃の俺だって。そうですね、20代の頃あの時大変だったなって、大丈夫かって言って、大丈夫かお前大丈夫かお前が持ってるのは家賃だったんじゃないのかとか思いながらやってましたけど。あ、なるほど。そうです、ね、ちょっと心配になりますね。いや大丈夫ですよ、ちゃんとね構成もしてます。港屋さんからいただきました。相澤さん、ゲストの向井さん、こんばんは。こんばんは。エンゲージキスの魅力といえば癖のあるヒロインたちだと思います。私はヒロイン3人とも好きですが、終盤の展開で一気にキサラ派になってしまいました。ゲストの向井さんはヒロインの中では誰推しでしょうか。好きな理由や魅力についてぜひお聞きしたいです。あ、続きまして、続けて読みますね。はい、真顔さんからいただきました。はい、ゲストの向井さん女性ですが、相澤さんにも質問です。はい、エンゲージキスの女性キャラクター、友達、彼女、ワイフにするならそれぞれ誰がお好みですか。うーん、というなんか女を選べメールが。そうですね、めちゃくちゃギュッと言いましたね。女を選べメール、はい、来ております。なるほどね、これ難しいとこです。うん、本当ならキサラなんですよね。そうですね、それをじゃあ私がここにいないとして。いや違うんですよ、僕ね、そのなんて言うんでしょう、キサラの感じ、僕ね、まあ一応ね、ありがたいことに過去ね、はい、付き合わせていただいた女性もいますよ。やっぱね、その中の一人がですね、びっくりするぐらい嫉妬する女の子で、先輩とご飯行くってなっても、ほんまに先輩とご飯行ってんの、写真撮って、うんとか、5分ごとにメール送れるでしょとか。 5分ごと、はい、でほっといたらマジで着信何十件とかあったんです。家帰ったら家の皿全部割れてるとか。え、はい、あったんです。だから本当僕キサラ好きなんですけど、やっぱハイライトがなくなった時の目を見るとヒャってなるんですよね。ああ本当にいるんだパート2。そうですね、まあ、20代に付き合ってたんだ僕は。もうシュートキサラじゃないですか。本当ですね、よく考えたら、はい、怖い。ちょっと現実に行ったら確かに怖いかもしれない。そうです、いや今でも覚えてます、朝5時にね、先輩とカラオケ行ってそのずっと送ってこい写真とか言うから、もうそれもうね、先輩に失礼だしと思って無視して、うんうんうん、でそのまま家に、まあ、一緒に住んでたんで、家帰ったらもう下に皿がもうバリンバリン割れてて、そのパッと奥にその皿1枚だけ持ってて、皿を投げてきて、それ壁に当たってパリンって割れて、で朝5時にお前のせいで皿割れたやないかって言う。お前が投げたから、絶対にあなたが投げたからですよっていう、そこから説得と皿の片付けの3時間。あ、はい、説得できたんですね。説得できました、説得できたというか、もうほんま寝かすようにどう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 って言いながら、ね、どうどうどう最後寝かしてたんですけど、っていうことがあったので
それは分かってください相澤さん。こういう過去があってやっぱり僕は。いや嫉妬させるからですよね。違うかな。24時間隣にいないせいで。いや違うかな。先輩とご飯行く、それで何が問題かな。信じてください。そうでしょ。そんな先輩の写真なんて撮って送れないじゃないですか、うんうんうん、でしょ、はい、なのでそれは信じてほしかったな。僕がって信じてもらいたいのに、うんうん、その信じてもらえないような行動なんて撮ってないのになんでそんなに信じないのっていう話です。っていう意味でやっぱちょっとキサラはその友達とかだったらいいですよ。まだだって友達なんだから、はい、ただやっぱり彼女とかになるとやっぱり綾野さんとかああいう感じの方が好きか。まあうん、まあ、どう、うん、と、シェンファかな、シェンファが、ああ、そっち、ね、そう、姉妹の方でもそっちなんですね。うん、そうなんじゃないですか。やっぱりそのなんか少し賢そうで、うん、そしてまあ少しミステリアスな感じの方に惹かれるのやもしれないなと思いましたね、うん、今。うん、なるほど。私キサラって答えようとしたけどちょっと今の話聞いていやいや答えていいですよ。キサラでいいじゃないですか。いやキサラのね隣に24時間います、うん、キサラ。そうか、相澤さんは入れるんだもんな。そうしたらキサラ別にね何も思わない。いやああいう女の子大好きなんですよね。あーそうですか。もう一緒ですか、はい、友達彼女ワイフにするならそれぞれ誰っていうのを。全部キサラ。キサラ欲張り欲張り。まあわかる、確かにな。よしよし、ほんと素敵。やす、また見れば見るほどねキサラ像って変わっていくから、うんうん、本当にそうそうそう、自分を愛してくれてるんです、うん、あいつはよって。いや本当に終盤のキサラは好きです、うんうんうん、はい、ね、序盤のキサラはちょっと割れた皿を思い出すんで嫌です。いや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 、綾乃さんと会ってるシュウ君がいけない。続きまして生肉さんからいただきました。ゲストの向井さんにお聞きしたいのですが、はい、生配信で MC をして相澤さんたちはボケとツッコミのどちらに分類されると思いますか、うん、僕の友達はボケるやつが多く自然とツッコミに回るのですが本来の僕はボケたがりです、うん、ああ終わってる。いやでもこれね、まあ、エンゲージキズのメインキャストはみんなボケじゃないですかね。そうですね、まあ、それこそ AT1 コンビ、AT1 コンビ、ね、斉藤さんと大久保さんもしっかりちゃんとね打席に立たれるし、そうですね、相澤さん、凛さんもそうだし、なんか凛さんが一応ねそのなんとなく横並びで私がバランス取るよって感じですけど、結果、はい、ボケてる、そうボケてるっていう感じになってるかなと思いますけどね。ボケボケ、うん、これでも難しいのがやっぱり MC いるときはやっぱボケの方がいいんですよね多分。あ、 MC がツッコミに回って、そうですそうです、 MC がツッコミなんで周りはボケた方がいいだろうなと思うし、だから逆に言うと相澤さん、まあ、例えば MC がいてボケるっていうのはあるじゃないですか、はい、でも逆に相澤さんが MC だったら相澤さんあんまボケないでしょ。ボケないです。 MC 一回向井さんがいらっしゃらなかった時にやらせていただきましたけど、はい、どうやって生きてるんだろう私。どうやって生きてるんだろう私って言いました今。え、そんなになんかボケだぜみたいな感じで生きてるわけでは、うん、はいはい、ないのでってことですよね、はい、でも多分役割っていうのが大きいですよね。でも友達にもっとなんかボケボケの子がいたら私も突っ込みますし、うん、そう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 、だからどっちに分類されるって実はめっちゃむずいというか、うんうんうん、はい、人って誰かといるからボケがあるから突っ込みがあるんで、あってことはもう対人なんですよね、ボケ突っ込みって。こういうよう突っ込んでくれるなと思ってる人といたらボケるしっていうことなんで、めちゃめちゃ今日なんか勉強になりますね、この MC というか、いやいや番組というか、芸人さんってやっぱ頭の回転がすごい速くて、いや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 、いや芸人さんってすごい、やっぱ声優にはないトークの仕方とかすごい浴びてます今。浴びてる、はい、
あんまり良くないのかな、浴びてる洗礼をとてもいい。あ、本当ですか。いやいや、楽しんでいただけたらです。へえ、面白い、うん、ありがとうございます。はい、ということでこれは作品の感想でした。作品の感想だった。さて向井さん、はい、来年1月7日にエンゲージキスのスペシャルイベントが開催されますが、はい、出演は私相澤さやと斉藤壮馬さん、凛、うん、さん、大久保留美さん、紀藤あかりさん、メインキャスト。そう、あの最初は紀藤さんが隠されていて、はい、他だったところに紀藤さんが入ったんですけれども、うん、もう一人、はい、出演者が決定しました、はい、向井さんです。ありがとうございます。やった、はい、ただね、さっきの丸戸さんの後に俺っていうのと一緒で、その紀藤さんの後に俺っていう、はい、その何なんですか。一回俺は衝撃を受けるためのクッション具合として入れられてるの。なんで紀藤さんの後俺発表したの。いや、嬉しいです。いや、大事な、はい、きっと MC、 いや、そうですよ、絶対 MC でしょ。MC 以外であるのかな、ファン代表は。 MC 以上のこともね、以上のこと、はい、多分していただくと思います。まあまあ、でも MC もしながらってことですよね。はい、嬉しい。え、これってどっかで情報出てるんですか。初出しです。初出し、今が、はい、うわ、嬉しい。そうなんですよ、すいません、はい、皆さんお付き合いいただきたい。新年早々ですが、うん、よろしくお願いします。そうだ、マジで初仕事になるかもしれないですもんね。可能性ありますね、うん、絶対にこれが初イベントです。そうですよね、うん、でお客さんも多分2023年の最初のイベントになるわけですから、初めて家出る日が、うん、いや、そんなに家にいる6日はい、長いこといたね。でもまあ、どうなるのか楽しみですね。いや、とても楽しみでございます、うんうん、前回ゲストに来てくださった丸戸さんもね、朗読を執筆中らしいので、うん、はい、向井さんには引き続き作品にお付き合いいただきまして、ここからは作品にまつわるコーナーをお届けします。エンゲージキサラジオ、あくまでも個人の見解です。勉強しないといけないのにラジオが聞きたい、深夜なのに食べたい、そういった欲望にまつわる相談に対して全工程でお答えをしていくコーナーです。ただし、あくまでも個人の見解ですのでご了承ください。向井さんは欲望に素直な方でしょうか。めちゃくちゃ素直です。素直です。あ、じゃあもうやらなきゃいけないことがあってもお菓子食べちゃうとか。そうですね、お菓子食べてもちゃんと人をダメにするソファーでダメになってます。ちゃんとダメになってますよ、僕は、はい、ちゃんとダメになる。なので、まあ、今日これ、まあ、全工程でお答えするっていう、これはもう結構できると思います。お、はい、我々の味方向井さんに、はい、では紹介していきましょう。はい、イさんからいただきました。 D アニメストアはもちろん、ありとあらゆる有料、優しいにいい、いえ、有料チャンネルに入ってエンタメを満喫しまくっています。とんでもない金額になっている気がしますが、エンタメのしもべと化しているのでなかなか抜けられそうにありません。どうしたらいいでしょうか。 D アニメストアは、まあ、エンゲージキストを見る、見返すために必要、あと、うん、D アニメ版のね、キサラジオもありますし、うんうんうん、まあでもエンタメのしもべって、エンタメって楽しいもんじゃないですか、はい、楽しいもんのしもべになるのは悪いことじゃないですからね。確かに、それこそブラック企業のしもべならやめとけって言いますけど、おお、エンタメって最高のもんですからね、はい、でそこにお金が、とんでもない金額、とんでもない金額、でもとんでもない金額って言ったってですよ。で、まあ、D アニメストア、まあこれ、いっぱいあります。アマゾン、ね、ネットフリックス、フール、FOD、UNEXT、はい、その辺は僕全部入ってますけど。あ、そうなんですか、はい、でもこれだけ入ったって、7000円とかじゃないですか、月、はい、でもこれ月1回、まあね、舞浜の夢の国行くと思ってくださいよ。
月に1回。あれパスポートそれぐらいでしょ。はい。であれぐらい楽しいのを月ね、毎日家で体験できる。おお。それなら全然安い。おお、これはもう真理なのでは。はい。絶対に抜けなくていいよ。もう絶対に抜けないで毎日夢の国行ったらめっちゃ幸せ、うん、そうよ。すごい動画見るんですね。見ますね。やっぱアニメはもうなんか独占とかもあるの。ああ、もうそれぞれ使い分けて、はい、そうですね。へえ。いつでも見れるようにしてますんで。いや、エンタメのしもべ幸せですね。幸せですよ。幸せ、なんぼでも見たらいい。なんぼでも見たらいい、うん、そうだよすごい納得しちゃった。13話まで見ましたさん。景品が大きめのクレーンゲーム、めっちゃやってしまうのですがやめられません。部屋に置けなくなって実家に送ったり友達にあげたりしています。やっぱりやめた方がいいですよね。はあ。これマネージャーにいるんですよね。あ、おられる。っていうかマネージャーみんなで、うん、仕事帰りとかにゲームセンターに行って。すごい青春だ、はい、うちの事務所最近流行りのなんか小さくて可愛いやつ、うん、めっちゃいるんですよ。あ、そうなんですか。好きなんだ。でも、はい、なんかクレーンゲームをやりたいから、はい、景品が目的ではなく、はい、取るのが目的みたいな。あ、なるほどなるほど。だからなんか好きなの持って帰ってくださいっていいですねとりあえず、まあだから持て余してるってことですよね。めっちゃいます、事務所にぬいぐるみが。ああ、そうなんだ。なるほどね。まあそれのマネージャーさんと同じ気持ちなんでしょうかね、うんうんうん、でもこれね、これどうですか、あのクレーンゲーム、はい、部屋に置けなくなって実家に送ったり友達あげたりしていますっていう時点でもうぬいぐるみが欲しいわけじゃないじゃないですか。さっきのマネージャーさんと一緒で。うん、確かに。そう、クレーンゲームが好きなんだから、うん、これを別にやめる必要はないですよね、はい、これだってなんでやめなきゃいけないかっていうのは、これ多分物をどう扱うか、物が置けないから。そうでしょ。でもこんなのは別に友達にあげたりしてそれが嫌がられてたら別ですよ。俺いらねえよこんなのって、うん、なったらねあれですけど、でもそうじゃないし、でむしろね、まあ、それがいいことかどうか分かんないですけど、それこそ別に売買サイトもあるわけじゃないですか、メルカリ的な。だからクレーンゲームを楽しみたいっていうことなんで、そのクレーンゲーム自体は俺はやめる必要はないかなと思うけどね。クレーンゲーム買えばいいんじゃないですか。ああ、すごい解決で、自分の置けなくなったやつをまた入れて、うん、ウィーンって家でやってまた入れて。筐体が置ける場所があればぬいぐるみ置けそうだが、でもまあいっか。はい、確かに筐体を買ったら一生遊べるじゃん。し、もう繰り返し景品は使うから、うんうんうん、エコ最高じゃん。 SDGs じゃん。 SDGs 最高だ。クレーンゲーム買いましょう、ね、これは買いましょう。ということで、あくまでも個人の見解です。皆様の相談お悩みお待ちしております。あくまでも個人の見解ですでした。演芸時期差ラジオ。贅沢なんてしてる余裕ないから。昔のことでも現在進行形のことでも、あれもしかしてこれって質素ですかという皆さんのエピソードを紹介していきます。はい、こちらも聞いていいですか。向井さんは質素な経験されていますか。いや、それは当然、それまあ若手芸人っていうのは全然お金がなくて、それこそ、一舞台100円とかあります。100円、100円です。もうお小遣いです、うんうんうん、はい、みたいな時期も経てましたので、そう、若い時はもう全然、近くにね安いスーパーがあったんですよ、うんうんうん、でそれがたまにあのうどん玉をタイムセールみたいなので、はい、1玉1円とかで安っ、はい、だからそれをごそっと買ってもうそれ茹でてずっと食べるとか、あ、そういうのやってました。あのくしゅんとキサラより質素な、いや本当に生活は。そう、もやしより安い。でもやっぱもやし生活もしてましたよ。もやしもやっぱ野菜としてめちゃくちゃ安いから、そう、もやしに何かけてポン酢かけて、あ、美味しいなとか、シャキシャキ残した方が美味しいなとかやってたんで、うん、その辺は
もう一緒の目線で喋れますよ。ああ、うん、本格的にクレーンゲーム1回しかできないですね、ワンステージ。そうですね。筐体買っときゃな、畜生ですけど。確かにお金もかからないし、うん、やっぱ筐体は買うべきね。ミスターシッソさん、運動系の部活をやめて大学生になって信じられないぐらい太ったにもかかわらず、服を買い替えずにムチムチのまま着てたまに破っています。これって質素ですか？でも中学の名前入りジャージは10年経った今でも現役です。ジャージすげえ。うん、私です。私です。めっちゃわかります。私もダンスレッスンの時に学校のジャージと学校の靴で向かいます。へー、ああまあまあ、ジャージはねしっかりね物持ちがいいからすげえと思う。学生時代3年間以上使ってますね。ああ長いこと。いやでもそれいいですよね。だからいや質素か質素じゃないかの第3の回答が私ですあるんだ。そうなんだ、すいません。でも丈夫だし、そう別に使えるもんですから。破れてもね膝ぐらいだったら溶けるじゃないですか。なんかいや溶けるけど、あの体育館でスライディングみたいなした後すると溶けんのよあれ。でもまあ全然穴は開かないしね。全然、うん、いいです、いいです。なるほど、はい、シーソーさんは私ですと。私です。素晴らしい。はい、贅沢なんてしてる余裕ないからでした。エンゲージキサラジオ、さてエンディングが近づいてまいりましたが、ここでお知らせです。エンゲージキスブルーレイ &DVD の3巻が11月30日にリリースされます。シャロンのパッケージが目印です。書き下ろし小説のタイトルは 2.5 years ago。 シューとともにキサラの封印を解いたものの、まんまと出し抜かれてしまったシャロン。任務に失敗したシャロンは聖典教会本部の地下牢へ収監され、さらに毎日のように仲間からの尋問を受けている状況だった。これは6話でシューと再会する2年と7ヶ月前のシャロンの境遇をシャロン視点で語る前日談になっております。いいですね。いいですよこの小説が。あーね、いやいや、こうやってワクワクして、僕あのシャロンのスピンオフ見たいなってずっと思ってて、シャロン視点のなんかその聖典教会とのつながりとか、はい、うんうん、それをちょっと感じさせてくれる小説だから、ちょっとこれ読みたいな。いや気になります、この聖典教会とのシャロンの関係も、うん、深いところはまだわからないので。そうですよね。キャラクターソング CD はシャロン大久保留美さんが歌う飴とムチとナイフです。別れた夜の浴び共感覚えてる唇、エロとグロと恋心何もかも見ていた情や シャロンのなんか気持ちがこうやって思いっきり言葉に出されるのってなかなか珍しいというか。そうですね、それもしかもその曲の始まりで、うん、まず思いの丈をざっと言ってから、そこからしっかり歌が始まっていくっていう感じも、うん、殴らせてって言った。サビで殴らせてって言った。あーでもなんかシャロンっぽいな。いいですね、うん、色気がありますね。そう多分やっぱ言葉選び自体もやっぱりそのシャロンのね心情から出てくる歌詞じゃないですか。だからなおさらね、そのシャロンのあの時の気持ちを考えると、あーシャロンとシューの夜のシーンが好きですもんね、うん、はっきりと言わなさんな。はっきりと言いなさんな。それはなんかいいですね。皆さんぜひこちらフルでお聞きください。そしてアプリゲームエンゲージキルも事前登録受付中です。なんと公式ツイッターただいまフォロワー10万人を超えました。ありがとうございます、うん、まだフォローしてない方もフォローして続報をお待ちください。以上です。お届けしてきましたエンゲージキサラジオ第9回エンディングです。
ありがとうございました。本当にゲストに来てくださって、いやこちらこそありがとうございましたいや本当に、まあ本当、まあ、作品のお話もできたし、はい、でまあ、相沢さんの人となりも、ね、知れましたし、でプラスなんていうんですか、相沢さん自身にちゃんと相沢さんを褒めることができたのが嬉しかったですね。いや、ありがとうございます。いやマジで本当にみんなリスナーの皆さん、もっとね、あのクレーンゲームがやめられないの工程を、筐体を買えばいいっていう答え、めちゃくちゃすごいからね。え？めちゃくちゃ面白いこと言ってるからね。しびれて、いや正直ちょっと悔しかったもん。すげえいい答え出されたと思ってマジでうってなってんだから俺が。あ、そうそうですか。はい。そこでのバトルが。そう、実はちょっとねあったんですけど。勃発してました。いやでもめちゃくちゃ楽しかったです。いや、はい、ありがとうございます。ちょっとまたぜひぜひよろしくお願いします。はい、ぜひぜひイベントでもお世話になりますので。はい。はい、そしてあイベントもありますけれども生配信がミュージキスあるかな。あ、わからないな、うん、っていう匂わせをしましたラジオの方は次回12月30日金曜日配信となります。こちらが年内最後のめちゃど年末で、あのブルーレイ &DVD の4巻の発売直後、そしてイベントの1週間前の更新になりますので、ぜひね4巻の感想とかもいただけたらなと思います。この後ニコニコ会員限定コーナー、おかえり遅かったねをお届けします。全然ヤンデレなセリフじゃないのに、言い方によってはヤンデレに聞こえるかもというセリフをただただ紹介していきます。あ、生配信の会員向けコーナーでもちょっとやったらラップ音が鳴り始めた、あのコーナーで。いやいや本当に怖いやつやんか。怖いコーナー怖いコーナーですよ、怖いかないよそれではまた第10回でお会いしましょう。お相手はキサラ役相沢さやと天心向井聖太郎でした。バイバイ。